ラテラノ条約は1929年2月11日にローマ教皇庁がファシスト政権下のイタリア王国と締結した政教条約である。同年6月7日に文書が交換されて発行。バチカン四国はこの条約の規定に基づいて建国された。ラテラノという名称は条約の調印がローマ市内のサンジョバンニーンラテラノ大聖堂に 隣接した宮殿で行われたことにちなむ。ベニートムストリーには、イタリア政府とローマ教皇庁との緊張関係を改善することで、自らの国際的地位を高めることを狙って、この条約を締結した。ラテラの条約の全県代表たち1870年のイタリア王国によるローマ占領後、政府は、時のローマ教皇ピウス旧姓に対して、バチカン及び、 ラテラの宮殿の占有を認めることと引き換えに政府に年額32万5千リラを支払うことを求めた。教皇庁側はカトリック教会が特定の政治権力の影響を受けないことを理由にこれを拒絶したためイタリア政府と教皇庁の関係は断絶し、教皇は自らをバチカンの囚人と称した。こうしてピュース九世と彼以降の教皇がバチカンと ローマ市内の限られた区域以外に足を運ぶことはなくなった。これはローマ問題と呼ばれ政府と教会の互いにとって頭の痛い問題となった。1926年イタリアの権力を掌握するファシスト政権はバチカンに歩み寄る姿勢を示した。これを受けてバチカンはイタリア政府との交渉を開始3年の交渉を経て1929年に 政教条約が結ばれる運びとなった。イタリア王国は、ビットリオイマヌエール3世の全権代理である、ベニート・ムッソリーニ首相が、教皇庁は、教皇ピュース11世の代理として、国務長官のピエトロ・ガスパ・リース・ウ教が、条約の調印に臨んだ。ラテラの条約では、まず教皇庁のある、バチカン一体が、バチカン主国として、 イタリア政府から政治的に独立した区域となることが認められた。イタリア政府は教皇庁に対し対外的に衛生中立であることとイタリア国内の政党間の争いにおいて特定の政党に組みしないことを求めた。一方でイタリア政府はカトリックがイタリアの宗教において特別な地位を有することを約束し1870年の 教皇領の没収への保障として、教皇庁へ9億4000万ドルを支払った。また、バチカンに駅を作り、イタリア国鉄と接続する路線を作ることも確認された。1984年には、ラテラの条約の改定が行われ、カトリック教会が国家に承認された特別な宗教であるという旨の部分が削除された。ありがとうございます。